はい、こんにちは、スカイトモです。今日はですね、このタオルを使ってボールをね、投げてね、ストライクを狙いに行ってみたいと思います。トリックプレーでね、よくねやってる PBA 選手がいるんですよね。それをね、僕もね挑戦してみたいと思います。まあやったことがねないんで、見よう見まねでまずはやってみたいと思います。じゃあ行ってみましょう。まあまずは適当にこれ一発で出たらラッキーだな。よーし、行きましょう。むずいな。いきまーす。いやー、これちょっと長くなりそうだぞ。あーこれは難しい。うわっ、終了や、終了。嫌だ、もう一回こんなされたけど嫌だもう一回言われたよ、せっかくのストライクが。やりましょう。よし、行きましょう。勘だな。よし、行きましょう。ダブった、もう一回今ダブル来たよ。もう一回、これエンドレスやん。タッキー来たおやおや、まあまあもう一回行こう。ここまで来たら何度でも出しましょうか。コツを捕まえてしまったあははは、終了や終了や。はい、お疲れ様です。タオルでストライクね、まさかね一回だけじゃなくて連続ね、ターキー出してしまった。いや、すごい奇跡でしょ。だいぶ奇跡でしょ今の。いやすごい良かった、今日満足。もう長くなると思った、今日ももう1時間コースかと思ったけど、まあまあ早く終わりました。はい、ってことで今回も大成功です。またね、なんかトリックプレーをやりたいと思います。はい、じゃあまた配信します。カイトモでした。バイバーイ。